最高っすよ。寝れちゃうみたいな感じですよ、サップ。こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今日はね、三重県大台町観光ツアーの2日目をお届けしたいと思います。この2日目もですね、大自然を存分に味わえる内容になっておりまして、僕はね、こんな体験をしたことがないっていうぐらい素敵なこうサップ体験とかをねさせていただきました。1日目もね、もう大自然を E バイクでね駆け抜けたりとか、本当に三重県大台町のね素晴らしさを存分に体験できる内容になっておりますので、こちらもねぜひ見ていただければ、さらにここに行きたくなる気持ちになると確信しております。はい、フェアフィールドバイマリオと三重大台来ましたね。この感じいいっすね。いやー、このねテラス席めちゃくちゃいいっすね。あ、なんかねちょっと帰ってきた感ありますね。この朝食ですね、豪華ですね。うまい。豪華ですね、朝から本当に。フェアフィールドバイマリオット三重大台チェックアウトしました。昼間にね見るとこのようなね感じになってますね。近くにねマックスバリューもあってすごい便利ですよね。なのであのラインの上流はすごくフレッシュな綺麗な綺麗な、今これちょっと特別です。少しだけ土砂が混じったクリームソーダ感がある。サップっても見てわかるよね。これもうめっちゃいいっすね。こんなんあるの知らんかった。こんな風にものすごくポッとね空気を完璧に抜けば、小さく小さく折りたたんで、もちろん車の中にも入れれるし、保管としてはマンションにお住まいの方でも保管できます。なのでね、女性がすごい増えてるかな。女性のサッパーがすごく来てくれてます。ここでちょっと、まあ、ベースのところを膨らまして、あとはこういうブロワーがあるので、これでね車のシガーソケットとつなげて、ダダダダダダダって圧をかけて空気を入れていくっていうことで、すごい手軽でしょう。私一人でもこう持てる。まあ、今回についてはすごく大きなサップでみんなでワイワイ乗ってみたいな感じだと安全なので、それで行こうかなと思ったんですけど、気候的にもね、あの4月の半ばぐらいの気候だっていうこともあるので、あと風もないので、今日はもう思い切ってシングルサップを3つと、あれこれちょっと巨大なの分かります？これタンデムサップです。大人3人まで行けます。なんであのあっちの方は落ちにくいんですか？大きい？大きいからです。安定すると思います。緊張するなぁ。でもね、すごく水位が上がっているので、この辺からも足に見えずに行けるので、モーリーさん足あんまり見えたくないので、はい、ちょっとここまででいいですよ。これでじゃあ足に巻いてもらって、はい、もうちょっとここまで降りるしかないかな。ちょっと降りてもらって、はい、こっちが前ですね。はい、膝から入ります。はい、はい、で、はい、リラックスして、めちゃ綺麗。はい、立ってみたいと思うんですけども、やっぱり海でのねサップに比べると波がね全くないので、初心者の方でも簡単に立つことができる。早い、もう立った。すごい。この色どうですか？こんな色の上をねサップできるなんて信じられないですよね。
緊張するなこれ。おおすごい、バッチリですね。すごい綺麗です ね、 ねめっちゃ綺麗。これはすごい。いやみんなすごいね。いやいやいやね、先ほどは立ってましたけどちょっと座りました。このね水の透明度がねやばいっすよ、うん、水の透明度がすごい。慣れたもんですね。すごい楽ちん。ねえ、座っていきます。最高っすよ。気持ちいい、ね、透明度がすごいね。いやみんな余裕っすね。もうレクチャーするの今日これで最後ですので一つだけ。いやめっちゃ綺麗。すごいね綺麗。めっちゃ楽しいで最高の天気ですね。まあ、そこに集合ですね。あそこが支流になってて、あそこに集合っていう感じになってますね。すごい美しいですよね。この反射してるのがねまた美しい。あそこにもねなんか橋が見えて、それがすごい美しいですよね。こうなんか水の色も微妙にカラーが変わってくるんですよね。最近はねやっぱなかなかできないですよね。すごい滝が近づいてきましたね。あ、鯉が、鯉がいますね。映り込みがね見えますかね。これちょっとまあ波が今立ってるから木で映ってないかもしれないですけど、すごいね反射をしてめちゃくちゃ綺麗。いやー本当にね快晴の中ねサップさせてもらってるんですけどね、すごいでしょこれ。ありますこんな景色ね。僕は今まで生きてきてこんな環境でサップをしたことがありません。今までは海でサップさせてもらったことがあるんですけど、まあ、海とはまたちょっと違ったね川になるんですかね。川でのこうサップ、またちょっといいですね。いかに立って漕ぐかみたいな感じのスポーツ的なことではなくて、冒険に行くみたいな感じのサップ体験ができるっていうのは、いや貴重じゃないかなと思いますね。僕はすごく良かった。まさかこんなね体験ができるとは思わなかった。あそこも、ね、もう寝てる人がいますからねサップ乗って。いやすごいっすよね。寝れちゃうみたいな感じですよサップ。これサングラス持ってきてたよかった。めっちゃ眩しい。これはもう日焼けしますね。ちょっとこの年齢でここまでの日差し浴びるとあれですけど、皆さんはこれされる際は万全のね日焼け対策とサングラスとかねやった方がいいんじゃないかと思うんですけど、皆さんちょっと今日は僕朝早かったんでちょっとお昼寝したいと思います。皆さんおやすみなさい。いやー昼寝しちゃいましたね。ついついうっかりね寝ちゃいました。これめちゃくちゃ焼けたんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。穏やかですね。うっかりどこかに流されてるみたいなこともここまで穏やかだとほとんどないんでね。いや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 凄まじい体験ですよこれは。いいですね。おお、なんだあれは。カモ。すごい。これは圧巻ですね。これくぐりますよ。めっちゃ気持ちいいですよ。水が透き通ってるの分かりますかね。おお、ここは浅いな。泳いでる魚とかも見えますし。すごい透明度の高さがねよくわかる。透明度チェック。
水詰めて。飛んでる。あ、飛んでる、バッチリ。え、どうなってるのか。波静かにちょっとじゃあ波をなしにして。飛んだ。あ、ちょっと近づきすぎちゃった。近づ、もうちょっとこっちね。よいしょ。こっちね。違う、こっち。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、失礼です。いやー、サップ終わりましたけども、貴重な体験ができましたね。いやー、これもまたやりたいですね。ずーっと尾根が降りていて、下に行くとポコンってへこんでいる場所あるの分かります？はいはい。あのへこんでいる場所が、あの昨日私たちがいた北相馬の展望台です。そこからこっちを見てた。そうそう、あっちからなんか川の綺麗な色が見えたじゃないですか。それがこの辺になります。今日は空気が昨日よりは澄んでいるので山もはっきり。で、今こう全部葉っぱが落ちているんですけど、秋になるとここは桜だったりイチョウだったりモミジだったりってバーッと綺麗に色づく公園です。ここで普段私たちサップはこのモミジの里公園っていうところが基本のベースでやらせてもらってます。でここから発着してこの辺のエリアをサップで楽しんでっていうことなんですけど、今日はせっかくなので、まあ、アヤンさんも2回目だったりするのでちょっと奥のね、あの普段では1日ツアーの特別な時使うような場所からやらせてもらいますので、まあ、普段のノーマルなプログラムについてはここからスタート。ちょっと今日本当にいいですよ。クリームソーダ感があってめっちゃいい色ね。え、不思議な色ですよね。普段見れない色が見えちゃいました。どうもすみません。サップも終わってですね、今からお昼ご飯になります。鮎のね、塩焼きをいただくことになりそうです。このね、美しい川をね、眺めながら鮎を食べるということですね。ちゃんとね、感染症対策で換気がされてますね。鮎のぬか漬けで塩で1ヶ月ぐらい、はい、ぬかの中に2年ぐらい使ってました。なるほど。はい、これ薬味、柚子胡椒とかのせてもらって、あ、これここに、でこれ鮎の出汁になってます。これ上からかけて食べてください。そうそう、柚子胡椒も自家製ですからね、はい、あ、すいません、これもちょっと説明いただいていいですか？これは小餅鮎ですね、はい、これが、こっち小餅鮎で、はい、大体年に1回小餅が取れるんですけれども、それを、急速冷凍かけて1年間出してます。こちらは普通の鮎の甘露煮ですね、うん、大体8時間ぐらい炊いてます。でこれ鮎フライですね。鮎フライで、わらびにふきのと鮎味噌です。鮎味噌、はい、鮎味噌も自家製ですね。ふきのとわらびも大丈夫。鮎味噌はどうやって食べるんですか？あのご飯の上に乗せてもらって。これもご飯の上です。ご飯のおかずです。ありがとうございます。鮎を焼いて味噌と一緒に煮てあります。このデザートは別に鮎ではない。こだわりではないです。はい、天ぷらは前の水槽で泳いでた鮎の作った天ぷらにしたんです。それではいただきたいと思います。いただきます。はい、これです。あ、天ぷら、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。天ぷらも来ましたね。絶対うまいやつですね、これ。何アユ尽くしでね、アユをいただくっていうのも、まあ、なかなかね、ないですからね。トロピーを3つ頼まなさって、うん、あ、美味しいですよ。アユ美味しい。甘露煮もね、ちょっといただきます。甘露煮いきます。うん、普段ちょっとご飯食べないですけど、ご飯が進む、そういう味ですね。うん、味噌もうまい。で、フライですね。うん、大台町のわらび、いただきます。これ、ひきなとですか？はい、ひきなとです。まあ、と天ぷらですね。うまい。多少ね、ちょっと癖がある感じが逆にうまいですね。うまいですね。この皮のね、流れる音を吹きながらね、食べれるんですよね。これもね、いいですよね。これへしこ、こんな感じですね。うん、これはお酒に合いますね。今日はね、ちょっと車で来てしまったんで、お酒ね、飲みたいんですけど飲めないんですが、これはいい。でこのご飯の上にへしこを乗せて、お薬味乗せて、
そう、鮎のだしを、ね、こうかけてお茶漬け風に食べると、これはうまいわ、うまっ。全部入れよう、全員入れです。うん、うまっ。これ大台町のウーロン茶です。うまっ。苦味があっておいしい。つくしいただきました。つくしね、食べれるっていうの初めて知った時はね、結構びっくりしましたけどね。小学校の時だったかな。うん、うまい。子持ちなんで子が出てきました。これでください。これでこれでうまい。ご飯もおしてくださいね。はい、ご飯もうちの主人が作ったご飯です。あ、本当ですか。高台町の卵ご飯です。この辺で私がもう塩焼きの美味しさは作ってから焼くまでの時間だと思うんです。で、あの塩焼きをもう本当に頼まれた人だけ発送してるんですけれども、すくってから焼く時間が短ければ短いほど美味しいって言ってもらえるんです。なるほど。すくってすぐ、それもうかわいそうですけど、生きてるのに串刺していく。わあ、それが楽しめるのがその6月。そう、4、5、6日ですね。4、5、6日。惜しかったな。で、それが、でも私らはここで商売してそう思うんやけど、もしかすると子持ちの方がいいっていう人が半分以上かもしれない。ああ、そう、ちょっと癖があるんですか。うん、若いのはどこ行っても食べるけど、子持ちはなかなか食べれんからって言ってもらって、そういう理由で子持ちが重宝されて、そんなに子持ち力入れてなかったんですけど、もう子持ちを食べに来る人の確率が高くて、遠方から来る人が子持ちが多いから、私らは商売しててやっぱり若いやなと思うけども、お客さんは子持ちやっていう人がもしかするとその方が多いかもしれないですね。イメージなんかもしれないですね。小学校的な疑問があるんですけど、はい、その子持ちの鮎を、まあ、僕らが取らなかったら鮎まみれになるんですか。どういうことですか。要は卵を変えていくわけじゃないですか。はい、鮎がめちゃ増えるんですか。いや、それはですね、本来やったらそんなことになるんだろうけれども、養殖場の話ですと、まず私らはお酢鮎から使っていきます。どん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 、それで、最後子持ち鮎を取るときにはお酢鮎から作ってからメス鮎だけになります。それで、私らがうっかりしてると高麗を間違えると勝手に産卵してしまいますんですが、そうすると水槽一面卵だらけになります。でも精子をかけるオスアイがいないから、ただ卵のままでアユが死に、卵もそのまま死んでいきます。ああ、そういうことか。で、養殖場で孵化まで刺しているところはその卵を入れ物に絞って上から精子かけます。なるほど、なるほど。川でしたら、もうそれが自然と、メスアイが産卵したのを追いかけて、オスアイが精子をかけて、って感じですね。アイは海から山へ来て、また海へ帰るんです。で、海でそういう作業をして、また上がってくる。あ、そうなんですね。アイ、奥深いですね。はい、道の駅奥伊勢大台に来ました。こちらでね、お土産なんかを買って、今回のね、旅は終わりになります。これもなんかすごいよ。シソッコサイダー、シソッコ、これ地味木とかあるんですね。林業がね、盛んということをお聞きしましたので、あ、まな板とかね。主に大台町のものを使って、果物とかを使ってシロップ、ああ、なるほど。すごく体にいいものに絡まって、無添加のシロップです。もっともっと奥の方にわさびを栽培している方がいらっしゃいまして、その方超有名人の西さんっていうんです。2年ぐらい前かな、県知事もここに取材に行った様子がブログで検索すると出てきます。大台町わさびって検索するときっと出てきます。大台町のわさびを銀座とかそういうところの高級寿司店でも使われとるみたいで、1ヶ月ぐらい持つんですって。わさびソフトクリームないですか。わさびソフトも作ったらいいんですけど、ね、ないですね。良さそうですよね。午前中に来ていただかないと結構売り切れてしまうぐらい、8時から開けるんですけど、特売になってて、マリオットで泊まってもらった方も8時以降はここで朝食を並んでいただいたり、生わさびとかもね、売ってますね。伊勢尾さんっていう人がすごい有名なわさび博士。わさびいいな。これどうやって食べるんでしょうね。生なんかも。なるほどな。そうなんだ。本地でそのものが
しいたけでかいのに安すぎじゃないですかこれ、ね、バーベキューの時とかめっちゃいいですよね。こうアユとかもね売ってますね。おおすごい。お肉も売ってますね。おおこれもアユ、冷凍アユ。時期が終わりつつあるからここにしかないですね。またこれも安いな。食べてるんですよ。おふせ白ネギって太くて、はい、肉うどんとか。うん。わあうまそう。ほとんど肉うどんに使ってくださいみたいな。専用みたいな何か掛け合わせたやつらしいんですけど、葉ネギも全部食べれるんです。薬味ネギとしても使えます。すごい分厚い。いかがでしたでしょうか。三重県大台町観光ツアーご堪能いただけましたでしょうか。僕もねここの場所は全く知らなかったんですけども、今回行ったことで大自然の中でできるアクティビティだったり鮎料理ですね、これもまた最高だったので、これはね必ずリピートしたいなと思ってる旅先になります。皆さんもねご存知でなかった方はぜひ旅の候補地の一つとして考えていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。本当におすすめできる場所だなと思いました。こういうねコロナ禍においては、まあ、なかなかねやっぱりその旅するっていうこと自体がいろいろとねモヤモヤと考えてしまうところがあるんですけども、まあ、こういったね大自然あふれる中でのアクティビティができれば、まあ、そういったこともね気にしなくていいと、結構もうそのコロナであることすらこう忘れてしまうぐらいの感覚になれるので、まあ、そういった意味でもねこういうところを旅先の一つとしてチョイスして楽しんでいただくっていうのは非常に今の時代に合ったチョイスになるんじゃないかなと思います。そして僕たち大人になってからねこういう何も明日のことを考えずにこう遊ぶみたいなところもなかなかできない環境下にあるので、まあ、そういうね全てをこう取っ払って大自然の中でこう遊ぶっていう体験も非常に価値あるものなんではないでしょうか。ぜひねご検討いただければなというふうに思います。こんな感じでですね僕のチャンネルではですね旅の Vlog 動画だったり旅の知識をつけるための動画をね旅は自己投資というコンセプトのもと配信をさせていただいております。ぜひ興味のある方はチャンネル登録をいただければなと思います。またねこの旅に行くお金いるだろうみたいなね形で思う方も多いと思いますので、そういったお金の部分の話をしている旅貯金チャンネルというものもやらせていただいておりますので、そちらも参考にしていただければなと思います。またねやっぱ稼ぐ力をつけないとねお金できないだろうと思う方はモーリー成長チャンネルというビジネス系のチャンネルですね、僕が旅する社長ということで旅をしながら稼ぐ方法っていうのをお届けしているチャンネルもありますので、そちらを見ていただければなと思います。またね僕自身に興味があるという変わった方はですねモーリーサブチャンネルというサブチャンネルもやっておりますので、そちらも見ていただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。では。